給食は美味しく楽しく食べるべきだ。最後の戦いだ。負けてられん。貴様、その中でまさか。やめろ、やめてくれ。そんなのうまいに決まってんだろうが。この野郎。ああ、私は愚かだ。先生は本当にこれでいいと思ってますか。何のことだ。給食です。なんか今日の給食は変だったっていうのよ。7つの栄養素を加えました。育ち盛りの君たちにはお米より麦がいいんだよ。子供たちは給食センターを選べない。強制食なら強制させるだけのサービス精神が必要だ。僕の人生の給食はあと少しで終わりです。カメラ義務教育9年間給食を全て食べ尽くすのが卒業だと思いました。ふざけてるのか。本気です。ただ給食をありがたくいただく、その素直な姿はなんと神々しいことか。一心不乱にがっつく、これこそが給食に向き合う唯一の心構え。まさに私は今ゾーンに入っている。最後の給食おいしいといいですね。劇場版おいしい給食卒業。